心なさい。成婚計画は絶対に公平よ。この世界に降臨する資格を持ったら、終焉も、運命も、人類も、あなたさえ、綺麗に粉砕できるわ。それは願ったり叶ったりだ。とにかく、私たちは地下の洞窟で暮らしてるだけ。ああ、この避難所の話をしてるんじゃないわよ。私たちは原始人なの。洞窟の入り口に背を向け、手足を縛られて地べたに座って、後ろから照らしてくれる炎を頼りに、目の前の石壁を見ることしかできない。たまに炎の光によって石壁に何かの影が見える。ほとんどの原始人にとって、それは別に悪いことじゃない。彼らはそれらの影に己の全力を注ぐ。そして作り出された物語を崇拝し、称える。でも、もし長い時間の後、ある原始人が鎖を振り切って、洞窟の外に行ったらどうなると思う？きらびただ。彼はそのまま外に残るか、それとも仲間を助けようとするか。彼の仲間が助けを必要としているとは限らない。その考えは面白いわね。けどケビン、まさか自分のことを影を照らす炎だと思ってないでしょうね。どれくらい理解したかははっきりと言えないけど、なんとなくケビンや他の人にとって成婚計画は崩壊に勝つ以外にも意味があるように見えるわ。聖魂には彼らの知識とお前たちの歴史が記録されている。先ほどの例え話で言うと、文明にとっておそらく人類こそが壁にある影で、聖魂は洞窟の外にある真実のすべてだろう。人類は過ちばかり犯すくせに自ら甘んじて落ちぶれる。美しいものを作りながらよく壊す。自分で自分を持ち上げてるの？成婚の意思。いや、一つの概念を述べているまでだ。本当のイデアと比べて、覚醒後の人類と比べて、私はまだまだだ。イデア？イデアは人類と成婚の共通のゴールだ。少なくとも5万年前から遺伝子に聖魂を刻まれているお前たちにとっては、お前は律者をよく知っているだろう。イデアは律者と対になるもう一つの極地だ。しかしお前はイデアを目撃したことがない。天元のことも知らない。故にお前の理解できる言葉で聖魂計画のことをこう訳すとしよう。律者に呪われた人類を捨て、もう一つの礎石で文明を再定義する。文明を再定義する？ああ、お前は把握しないといけない。一部の理念においては人類は文明の踏み台でしかないということを。それが理解できないなら自分の宿命と向き合うところから始めるといい。行け、テレサ・アポカリプス。それはお前がいずれ向き合わないといけない試練だ。これは、どこもかしこも氷だらけ。ケビンの夢の中なのかしら。ここはカスラナの聖魂空間の最深部だ。
キマイラ計画の意味から考えれば、確かにこれは彼の夢の中だ。キマイラ計画？お前も知っていると思うが、いわゆるカスラナの血筋の源はケビンと融合した崩壊獣の遺伝子にある。多種多様な崩壊獣の力が彼の中で交わり融合したから、キマイラという呼び名ができた。しかし知られていないのは、ここも聖魂空間が存在する起点であるということだ。どういう意味？ケビンが聖魂空間の起点なの？どうやってここに来たか覚えているか、テレサ・アポカリプス。それは夢を飲み込んで、そしてあなたの導きがあったから。ああ、見ての通り、聖魂空間は一定の条件下で夢とつながる。夢は崩壊の考え方だからだ。とても不思議だろ。人類は時間の流れを通して考える必要があるから、お前たちは時間が混乱する夢をなかなか理解できない。私にとっても同じだ。だがそういう混乱が現実以外の空間を作り、とある計画のためにあるドリームキャッチの可能性を生み出した。その状況下なら、たとえ聖魂の力と一つになれなくても、自身の実体を夢と交換し、己の代わりに聖魂を文明の礎石として存続させることができる。最終的にこの地球は聖魂空間に置き換えられ、そして文明もそこから新たな旅を始める。その過程は世界の両端で同時に始まる。虚数側ではそれは最初の聖魂空間、現実側ではそれは終焉の帰る場所、かつての無数の文明の終点だ。それって月のこと？無論だ。言ったはずだろ。月周回軌道にいるお前が真っ先に聖魂計画の影響を受けた根本的な原因がそれにあると。でも月が聖魂計画をスタートさせる一つの地点なら、もう一つの地点は私たちが今いるこの聖魂。その通りだ。それで天命の新たな主教、お前は何を選ぶ？抗うことを諦め、改めて夢を満喫することもできるし、限界に挑戦して、あるいはここが夢とつながってる以上、私がこの地点を飲み込めば。大した勇気だ、テレサ・アポカリプス。だがそうしない方が身のためだろう。私が力不足だから。いや、そういうことを言っているわけではない。ああ、急にどうしたの？はじめまして。新たな天命の主教、僕はケビン、ケビン・カスラナと呼んでもらって構わない。ここに来ているということは、聖魂計画について多少なりとも知っているということだろう。今までヨルムンガンドは崩壊に対抗する勢力の敵になることを避けてきた。だから今回は君たちも崩壊に打ち勝つ唯一の道の邪魔をしないでくれ。崩壊に打ち勝つ唯一の道？漁師の海を出てから僕はずっと君たちを観察してきた。これまで君たちは多くの努力をし、当時の僕たちよりもずっといい結果を手にしている。しかし終焉と対峙するにはまだ力が足りない。終焉の律者、まさかもうすぐ降臨するの？これは一つの均衡だ。若き手、少し前にヨルムンガンドに協力したライデン・メイが第十二律者を鎮圧した。それは君たちが全文明と同じ道をたどっていることを意味する。原理的に言えば、確かにヨルムンガンドには
終焉の降臨を 1,2 年ほど遅らせる方法がある。しかし僕たちがそういった行動に出れば、終焉の律者の性質は一つ前の世代と全く違ってくる。断りの律者から侵食の律者、そしてライデン・メイたちの羽化まで、曲折しながらも今13種の律者による終焉の力は全文明と完全に一致した。それは僕たちが唯一外から内に至るまで把握した衆一人目の律者が誕生する前の状況はさておき、今こそ僕たちが成婚計画を遂行するとき。それって開演場の時からあなたはずっとチャンスを待ってたってこと？分かりきったことだと思うが、これは唯一のチャンスだ。そしてそれが現れるまでヨルムンガンドはできるだけ成婚計画の副作用を減る。でも私の知ってる限り、それは人々の死刑を無期刑に変えただけよ。どう比較するかは君の自由だが、この方法の他に地球の文明に別の道があるとは思えない。僕は5万年前に全てを経験した。そして言ったはずだ。テレサ、君の目には憤怒が満ちているが、それを誰にぶちまけていいか分かって。それならば僕が君の品位を試そう。ここはカスラナの聖魂空間だ。どのカスラナの力もここでは完全に対等だ。僕に挑むといい。戦うことこそが問題を考える本当のやり方だ。追いつきろ。君たちの言う天命を僕は知っている。君たちは自分の目に映ったものが文明、君たちが代々受け継いできた姿が人類だと思っている。しかしそれは傲慢な妄想に過ぎない。僕たちは草木と何の違いもない。火起こし、焼き畑農業、宇宙に行けるようになったとしても、人類はその子供時代からは逃れられない。宇宙ではどんな知恵も存在の仕方の制限を受ける。それは意志で克服できる障害ではない。鳥がなぜ飛べるか知っているか？終焉の隕石が白亜紀に降り注いだ時、自由な鳥たちだけが決められた滅亡から逃れられた。大した意志だ。残念なことに頭も同じように硬いようだが。その程度なら私と一緒に一日中考えることになりそうね。遠慮する。頑固すぎる相手にこれ以上話しても時間の無駄だ。テレサ・アポカリプス、終焉の力が含まれた一撃を受け止めるがいい。この時代は輝かしい戦績を残したと言える。しかしだからこそ人々は常に単純すぎる。これが輪廻の中の欠片。他人が作った局面であることを忘れるくらい単純だ。それなら唯一の計画を完遂させる前に、僕は終焉として
本物の恐怖を。代表としてここにやってきた君に見せよう。僕はただのケビンだ。カスラナは僕にとってもう何の意味もない。カスラナの成婚の意思だ。ケビン、私に他の選択肢はない。君は彼女を助けられない。結局君たちは崩壊のことを何も知らない。だがお前も自分の子孫のことを何も知らない。今まで私はお前と同じように冷たい傍観者として機械的に使命を果たしてきた。お前の宿命と彼らの無力を嫌っていた。カスラナの名を失った彼女に出会い、運命の中でがむしゃらに進むその意志に触れて、私はやっと自分の愚かさに気づいた。ケビン、お前の子孫は誰かの駒でもあってもなくても変わらない命でもない。お前が彼らを死なせる理由は一つもない。覚悟しろ。君はゴーマだ。結末が来る。イデア戦火。時間はここで止まる。しかしそれさえも受け入れられないなら、彼らの意志は何の意味もないうめきに過ぎない。聖魂の管理者。それで破滅すればいい。そろそろ君の使命を終わらせよう。お前が最後ではない。終わらせよう。ケビン、今何をしたの？それは重要ではない。まず君自身に関心を向けた方がいい。僕たちは全力を尽くし、終焉の前で取るに足りないほどの半日を手にした。あの短いような長いような時間の中で、僕たちが唯一守れたのは君たちだ。いでよ天下。ごめんなさい、セシリア。
これは、どこもかしこも氷だらけ。ケビンの夢の中なのかしら。ここはカスラナの聖魂空間の最深部だ。キマイラ計画の意味から考えれば、確かにこれは彼の夢の中だ。キマイラ計画？お前も知っていると思うが、いわゆるカスラナの血筋の源はケビンと融合した崩壊獣の遺伝子にある。多種多様な崩壊獣の力が彼の中で交わり融合したから、キマイラという呼び名ができた。しかし知られていないのは、ここも聖魂空間が存在する起点であるということだ。どういう意味？ケビン、はじめまして。ここに来ているということは、ここはカスラナの聖魂空間だ。どのカスラナの力もここでは完全に対等になる。さあ、僕に挑むといい。戦うことこそが問題を考える本当のやり方だ。君たちの言う天命を僕は知っている。君たちは自分の目に映ったものが文明、君たちが代々受け継いできた姿が人類だと思っている。しかしそれは傲慢な妄想に過ぎない。僕たちは草木と何の違いもない。火起こし、焼き畑農業、宇宙に行けるようになったとしても、人類はその子供時代からは逃れられない。宇宙ではどんな知恵も存在の仕方の制限を受ける。それは意志で克服できる障害ではない。鳥がなぜ飛べるか知っているか？終焉の隕石が白亜紀に降り注いだとき、自由な鳥たちだけが決められた滅亡から逃れられた。カスラナの聖魂の意志だ、ケビン。私に他の選択肢はない。君は彼女を助けられない。結局君たちは崩壊のことを何も知らない。だがお前も自分の子孫のことを何も知らない。今まで私はお前と同じように冷たい傍観者として機械的に使命を果たしてきた。お前の宿命と彼らの無力を嫌っていた。カスラナの名を失った彼女に出会い、運命の中でがむしゃらに進むその意志に触れて、私はやっと自分の愚かさに気づいた。ケビン、お前の子孫は誰かの駒でも、あってもなくても変わらない命でもない。お前が彼らを死なせる理由は一つもない。覚悟しろ。君はゴーマンと向き合う。結末が来る。これ。
かし、それさえも受け入れられないなら、彼らの意志は何の意味もないうめきに過ぎない。ふっ、がっかりだ、聖魂の管理者。これで破滅するがいい。そろそろ君の使命を終わらせよう。お前が最後ではない。終わらせよう。ケビン、今何をしたの？それは重要ではない。まず君自身に関心を向けた方がいい。なんだチャッキー。かつて僕たちは全力を尽くし、終焉の前で取るに足りないほどの半日を手にした。これで破滅するがいい。あの短いような長いような時間の中で、僕たちが唯一守れたのは君たちだ。悪くない出来だ。ただ今の聖魂計画に余計な変動は必要ない。これでお別れだ、テレサ。私たちしばらく会ってなかったわよね。挨拶してくれないの、プロメテウス。こんにちは、メビウス博士。私は17号です。この地で再会できたことは嬉しく思いますが、このような自殺行為を選んだ理由については理解しかねます。自殺？あら、あなたからしたら。臨時演算の結果によれば、終焉が実行された今、あなたの生命機能は約30分後に完全に停止します。まあそうなるでしょうね。でもそれはあなたにとっても同じことよ、プロメテウス。はあ、私は17号です。メビウス博士、私は AI ですので、自分の意思を自由にアップロードすることができます。しかしあなたの場合。なるほど。私にはできない、そう言いたいのね。融合戦士は自らの肉体に大きく依存する形で存在している。残念なことに今は他の型番のプロメテウスたちとは連絡が取れない。そうでなければ聖魂計画と第8の神の鍵の共通点について教えてくれるはずよ。私の危ない綱渡りを心配するより、
自分が実行する計画に専念した方がいいんじゃない？何しろあなたはあの女がエリシアが切り開いた道をたどって彼女とは全く異なる偉業を成し遂げるんだから、あなたは人類が虚数の彼岸に投げ込むトロイの木馬となり、崩壊に思考という枷をかけ薬剤を人為的に設定した軌道へと導く。それが何を意味するかわかるかしら？人間の思考方式を模倣することができなくなります。ずいぶん軽々しく答えるのね。この星と虚数空間をつなぐ通路、これからあなたが行う侵入によってそこに無数の平行意識が生まれるの。虚数繰り込み群、メイが付けた名前は知ってるわよね。それらの存在そのものが崩壊が発生する法則を定め、リッチェの力にまつわるあらゆる投影を最大限に固定する。つまりあなたが次の時代における対崩壊戦争の最大の功労者、断りのリッチェをはじめ彼らが遭遇することになるリッチェは全て私たちの歴史と同じになるの。ただその代価としてあなたの意識も彼らの一員となり容赦なく飲み込まれる。でもあなたが呼び覚まされた暁にはあなたもしくは全ての繰り込み軍が死ぬことになるわ。問題ありません。最初から本物の人間の思考を持てるとは思っていませんでしたから。偽物の構造である以上捨てることを苦しいとは感じません。ゼロ号に比べてあなたのそういうところが気に入らないのよ、17号。まあそれもあなただけの無限なのかもしれないけど、そろそろお別れの時間みたいね。この世界にさよならを告げましょう、プロメテウス。私は17号です。わかってるわ。でもそんな冷たい数字やおぞましい崩壊の意志なんて呼び方よ、もっと人間らしい名前を持ってほしいの。ごめんね、こんな風に急に現れて余計緊張させちゃったよね。ハイペリオンの進路のズレ、テレサちゃんの気絶、そしてさっきこの宇宙の奥で彼女の体は忽然と消えた。よりによってどうすればいいのかわからないこんな時に謎に包まれた相手が現れた。あなたは一体誰なの？私？そうだね、通りすがりのヒロイン A と。でもとにかくあなたを助けに来たの。証拠は例えばあと30分でハイペリオンは聖魂計画による空間の歪みに引き裂かれることを知ってるとか。何？慌てないで、まだ窮地に陥ったわけじゃないよ。空中空母の戦術的役割もムーンライトスローンのプロトタイプも、どちらも替えが利く存在でしょ？テレサちゃんは聖魂空間に消えたけど、
この危機の中で、あなたが抜け出す手段もちゃんとあるの。忘れないで、人工知能は純粋な意識だよ。データキャリアさえ見つければ、生き残るチャンスがある。アイちゃんにしかできない方法？ハイペリオンの全機能の同時操作みたいな？うん、理解が早いね。結果から言うと、成婚計画は、これから地球と月の間に複雑な疑似時間結晶を構築する。それはエリアに入ったあらゆる異物を壊すけど、利用、え？疑似時間結晶が何かって？まあまあ、説明するとかなり面倒なことになるから、また大丈夫。これからも会う機会があるから、今回じゃなくてもいいんだよ。さあ、まずは仕事しよう。Thank you.
大地は葉のようだ。花や果実より先に成長し、生き生きとした地球を構築する。それに比べると、あらゆる動植物の命は寄生生活としか思えない。人は何か仕事をしていないと、むしろ正常無為になれない。何かを捨てるだけなら、人々は永遠に成功を手に。この世で最も難しい職業は詩人だろう。一人の力で過去のあらゆる輝きを超えるなんて、私のような存在はせいぜい子供たちに見せるコメディで道化を演じ、韻を踏んだセリフを口にするくらいしかできない。全世界の人々、こんばんは。私はヨルムンガンドの臨時発言者、ハイヘビ。他の番組を楽しんでいる中で時間を取ってしまい申し訳ない。これから数分間で、できるだけ簡単に説明するよ。人類と地球の運命に、この数時間でどれほど激しい変化があったかを。我々ヨルムンガンドの秘密の努力のおかげで、崩壊という災害は地球から完全に消えた。昼間に体調不良などの症状があった場合、それは崩壊を駆逐するためのちょっとした副作用に過ぎないから、君たちの命が脅威にさらされることはない。それだけでなく、思想の海に溶け込み、精神のアダムの一部となるのだ。現実的で醜い世界は意味を失い、永遠に続く甘い夢が君たちの唯一の真実になる。君たちは時間の枷を振り切り、夢がつながり合い、あらゆるものを超える本当の奇跡を構築する。君たちに祝福を。伝説の極楽浄土は今降臨しようとしている。そしてこの福音を耳にした全ての人たちは、限りなく真実に近い幼少の証を手に入れる。子供たちの世話は殴り合いよりずっと面白い。君たちもそう思うだろう。